前にリスナーさんから質問に答えますって募集したらいっぱい質問が来て、実写チャンネルの方でその中で赤髪インクラフトの皆さんの学生時代の部活はと。今日バステンさんがお休みなんだけど、バステンさんは確か空手かな。いや、習い事が空手なかった。習い事、じゃあサッカー、いろいろやってますよ、たまの人も。そうですね、動けるよね、バステンさんも。なんか空手かサッカーみたいなの聞いたことある。そうそう、ここ多いかも。何ができる、アイクさん。はい、一個多いかも。バステンさん何ができるって言った。なんかバステンさん運動ができるイメージが。ああ、そう、運動ができる。多分運動できると思う。食ったね、食ったね、今えらいくくったね。バスケとかもしてませんあ、マジ。あ、わからん。俺ダメ、俺バスケはできない。俺もバスケダメやな。うん、ということで、みんなの学生時代の部活を聞いていきたいと思います。うん、アイクさんは。はい、サッカーです。なるほど。はい。ワタさんは。ワタさんもサッカーです。みんなサッカー好きね。トリちゃんは。サッカーです。サッカー禁止。トリちゃんは。嘘つけよ。いやいや、え、サッカー禁止。え、サッカー禁止。みんなサッカーになるよ、そんなこと言ったら。そう。いや、乗っかってないんだけどな。普通にサッカー。あ、普通にサッカー。普通に乗っかりやがんな。あ、これ順番ですよ、完全に。すぐ乗っかるからな。マジか、もう。待って、屋根作るかな、俺も。終わったよ、部活。はいはい、俺もやるよ、ソラさん言ってくれたら。なんか部活の話途中で終わったよね、なんか。部活なんか被せてくるゲーム。部活か、もしくはみんながやっていたスポーツでもいいです。できれば部活を聞きたいけど、どっちでもいいです。翔さんは。ん、翔さんは何時。あれは柔道。柔道から黒塗りの車に乗って、こういろいろと悪の道へと。なんでそこが繋がるんですか。リアル龍が如くで。お、なんかピロリロンとか言った。あ、ソーラさん、翔さんは柔道、あちゃみさんは。私何やってた。陸上か。マジ。うん、何、短距離。短距離速そう。足たまに短距離もやったけど、ね、多分俺より速いな、きっと。俺足遅いもん。今度勝負しよう。やめて、俺多分負けると思う。俺足遅いんだよ、本当に。でもテニスって結構瞬発力大事なんじゃないですか。あー、でも俺ほら前衛が好きだったから、前出てあのピョンピョンパシパシ打ってただけだから、そんなに走んない。前衛もそんなないんですか。え、前衛ってそんな動かないんですか。前衛は動かないかな、あんまり。でも公式テニスは前衛も後衛も両方やるけど、でもテニスは足の速い遅いは関係あるっちゃあるけど、陸上ほどシビアではない気がする。まあまあ確かに、うん、サッカーは関係あるし、足の速い遅い。うん、まあそうですね。じゃ、トリちゃんサッカー以外よ、答え。もサッカー出たから。俺サッカー出たから選ん。何もやってないけどな、サッカー以外。本当に何。サバゲーブ。サバゲーブ。サバゲーブあったら入ってましたよね。サバゲーサークルはありましたけど、一応大学に。あ、そうなんだ。入らなかったさあ、じゃあクミさん、クミさんは部活は何かしてましたか。どこにいるクミさんは。水泳と居合。すごいよね、クミさん居合なんですよ。剣道じゃなくて居合。居合って真剣。真剣剣よ、剣の道よ、クミさん。いやいや、その部活でそのちゃんとした刃物を使うんですかね。わかんない。居合ってそうですよね。だからクミさん剣好きなんだ。いや、クミさんヒレ良いか。大学でサークルあって、怒られると怒られるぞ。サークルでいない。この木はなんだか知りそうだ。いや、そうだって。マイクラ界のマダツボミ。あれを切るよ。怒られる。いや、他にもいるでしょ、元々。怒られるぞ。もっといるでしょ、いけるよ。怒られるでしょ。怒られる。大学でサークルがあって、居合の道に。なんですか、巻きじゃなくて、なんて言うんですかね。あれ切るんでしょ。わら。いやいやいや、わらわら。木刀じゃないや。木刀で切れたら、やっぱ達人は木刀でも切りそうだけど。間違え。すご
ごい、かっこいい。久美さんは居合だって居合、ね、刀は刃はついてない。へえ。刃ついてないんだ。刀だけみたいな。模造刀？模造刀ってことじゃないの。そうだって、へえ。一の方、二の方とかな。やってみよう。相手初めて聞きましたもん、だって俺やってる人。すごいね。切られるよ、本当に。リアルだから。リアル、リアル。言う割にはでも戦闘機って戦わないんだよね、あの人、最後尾にいて。ゲームの中でしょ。まあ、そうだけど。まあ、まあ、そうなんですけど。じゃあ、ソーラさんは？お、喋れる。あ、聞こえるよ。聞こえてる？聞こえる。うん、聞こえとる。あ、ね、あの、吹奏楽と天文です。ぽい、ぽい。あ、なんかイメージ通りやな。吹奏楽部と天文学部だって。天文学であれ、星見るんですか？そうです。いいな。星はいいですよね。欲しいね。じゃあ自分家にあれ持ってるんですか、望遠鏡とか。ないです。あ、ない。学校の使ってました。あれなんかちょっと思ったんですけど、そのなんか家で買える程度の望遠鏡があるじゃないですか、うん、ああいうのでもちゃんとこう星って見えるんですか、あの図鑑に載ってるような星。いい、うん、値段次第やっぱ高いやつだとそうじゃない、あと大きさじゃない、大きさ。バズーカ並みのやつ。そう、バズーカ並みのだったら水曜どうでしょうのバズーカ並みの買わなきゃダメなんじゃない。クラスに一人はいたな。ドーンって。さあ、というわけで、うん、あ、僕はあれです、テニスとバレーをやりました。いい、バレーも。なんでテニスとバレーにこう分かれたんですか。あの、僕は ネット挟んでやる競技が好きなので。僕はテニスとバレーをやりました。バドミントンがやりたかったんだけど、バドミントン部がなかったんで。テニスからバレー。バレーからテニスです。バレーから。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録はこちら。この動画の続きが見たい方はこちら。そしてお菓子作りやアウトドアに挑戦している動画チャンネルもありますので、こちらもぜひチェックしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。